ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロやでーす。うちはココロ、公式 YouTuber ココロや。前にも少し話したと思うんですが、私出身が大阪なんです。なので今も気を抜くと大阪弁が出ちゃうんですけど、この動画限定で大阪弁全開にしてですね、ネバセイココロの大阪弁講座やっていこうと思いまーす。というわけで大阪弁について語っていきたいねんけど、何から話したらいいのかな。みんなテレビとかで見てるから知ってるよな。めっちゃとかしんどいとか東京でも伝わるもんな。あ、ちなみに大阪弁でも地域によってちょっと言い方とか違ってくるから、え、それちゃうくないと思ってもお口チャックでよろしくな。あ、でもあれはみんな知らんのかな。芋、私の好きな食べ物の芋。芋の関西弁なんてないと思ってるやろ。ちゃうねんね、ちゃうねんね。大阪の人は芋とは言わへんからね。正解はお芋さん。なんで太田さんつけるんやろ。関西の人はお芋さんに対して敬意を払ってんねんよな。おとうもろこしさんとかお長ネギさんとは言わへんのに。あ、そうそうそう、あとアメちゃんもあるよな。これは知ってる人多いかもしれへんな。知ってます、知ってます。これも不思議やんな。マシュマロちゃんとかチョコレートちゃんとは言わへんのに、飴に対してだけ愛着持ってんねんもんな。まあ芋と飴は日本人のソウルフードやからかな。で、関西弁で困ったことではないんやけど、あ、なんかやっぱ方言ならではやなって思ったことが何個かあるんよ。まあ一つは東京の人にこれ直しといてって言うても、え、直す修理みたいな。いや、ちゃう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 、それをしまっておいてって意味やねん。大阪の人はしまっておいてっていうのを直してって言うんですよ。これをみんなに知ってほしい。だから多分ね、東京にいる人で大阪から来た人とか多分いると思うんですよ。その人からこれ直しといてって言われるかもしれないんですけど、ちゃんとそれしまっておいてって意味なんでね、ちょっと理解して、あ、わかった、直しとくなみたいな、乗って乗ってください、直しとくわって言って直してあげてください。それで次、小商売とは言うんですっけ。一応小商売も一応関西弁やと私は思うんですけど、どうなんですかね。みんな小商売された時、うわーくすぐったいわーって言う、それかうわー小商売はーって言う、どっち。これ関西弁ですか。逆に聞くわ、逆に聞くから、みんなコメント欄に小商売言うよーっていう人、東京とかに住んでる人はね、一応書いてみてください。そう、みんな関西の人にちゃうねんって話しかけられたことない？実はあれ、違うっていう意味はなくて、まあ街中でちゃうねん、何がちゃうねん、いやちゃうねんってみたいな会話をしてたら、それの意味は、え、ねえ、何？ねえねえねえ、何よいやだからあのね、みたいなことになるんですよ、意味が。だから街中でそういう人たちを見ても、あ、会話してんねんなと思って素通りしてください。それか、あの、その会話にちゃうねんちゃうねんよちゃうねんみたいな喋りかけてくれたらいいんやないかと思いますね。で、最後に一つ、もう一つだけ話したいねんけど、体育会系の人は一人称が自分って言うらしいねんけど、大阪の人は相手のことを自分って言うねん。わかる？なあ自分、そうだな、なあ自分ジュース買ってきてみたいな。使います？これからみんな使ってていいんやで、使ってってくださいね。さあ、どうでした？関西弁、ためになった？ためになったよな。これからみんな絶対使っててな、しっかり復習してきてや。ほな、またね。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。